おはようございます。速稼塾の久保です。全国1億3000万人の麻生太郎ファンの皆様、今日もね、麻生太郎さんのニュースをお届けしたいんですけども、どうもね、今回紹介することっていうのは官邸にメールをしたり、麻生財務大臣の事務所に電話をしたりね、それから菅総理の事務所に電話をしたりっていうこと、最近は小池百合子さんの事務所にもね、苦情の電話を入れましょうみたいなことがね、あるんですけども、私が先導してるわけではないんですけども、私はそういうふうな思いでやってます。まあ、それに真似てやってくださる方いるのもわかります。もっともっとやりましょうっていうふうに呼びかけるのもね、先導しているような感じがして、どうも私っぽくないので、まあ言いたいことがあったら言いましょうっていうことでね、言わせていただきますけども、今回ね、麻生太郎さんの事務所の方ね、私ね、電話またできるようになったんですけども、やっぱりね、わかりましたわかりましたって感じで軽くあしられてるようなところもあるし、時には丁寧に対応してくださる方もいるし、まあ電話に出る係の方次第ですかね。でもね、やっぱりね、私はね、今回の記事で一定の効果が出てるんじゃないかなっていうふうに私自身がものすごく鼓舞しているところがありますんで、そちらの方のね、記事を読んで皆さんと一緒に今日も考えていきましょう。じゃあ切り替えます。はい、タイトル見てください。麻生副総理、定額給付金で預貯金発言、給付金を配った理由を誤解ということで、これは私が前回動画で何度もお話していたようにね、これ麻生財務大臣、それちょっとちんぷんかんぷんですよみたいなことをね、言われてました。ちょっと皮肉的に麻生財務大臣を褒めたたえるようなね、褒め殺しみたいな動画にもなってましたけども、ああいう形でね、麻生財務大臣が給付金のね、目的とかその意義ってのを全く誤解して、とにかくね、給付金の第2弾を出さないぞ出さないぞっていう風な牽制発言ばっかりしてるんですよね。でもそれが麻生財務大臣と言ってることを全然分かってないですねっていう風なね、私の説明でもありましたけども、それがまさに今この記事に反映されてきたかなと。もう私の動画とかもね、それ皆さんのコメントも全く無意味ではなかったっていう風に思いたいですね。これはね、だって同じ内容ですから、ここに書いてあるので、麻生さんの事務所に電話をしたこともまあ一つのね、この記事のネタとなっていて、国民はこういうふうに叫んでますよみたいなことがこの記事の中に入ってますんで、ざっと読まさせていただきますね。麻生財務大臣はここ根本的な部分について誤解している可能性すら考えられる。これも私も申し上げましたよね。ここ麻生財務大臣の記事が写真とともに載ってますけども、麻生財務大臣の誤解発言というのはこれです。お金に困っている方の数は少ないとかね、これ全然誤解ですよね。だから貯金は減るもんだと思ったらとんでもない、その分だけ貯金が増えたって言ってるのも間違いですよね。だって貯金って必ず消費されるわけですよ。今日じゃなくても明日、来月、月末、年末、必ず消費しますよね。だって税金が襲いかかってくるわけですから。その税金のね、我々が税金で取られた家具数に考えてみると、金額に換算してみると5万10万なんてお釣り程度のものしかないわけですよ。麻生財務大臣ね、10万一律給付がものすごい大したことをやったみたいに思いますけども、それ以上にどれだけ私たちからね、吸い上げてるんですかってことですよ。もうこのバランスですよね。10万円は確かにありがたいんですけども、それを上回る税金を毎月払わされてる国民の身になってみろって形ですよね。で、麻生氏が生活困窮者に対する理解に乏しく、政治家として不適切な発言であったことは間違いないと書いてます。これは私が電話でね、何度も申し上げたことですし、私の動画を見てらっしゃる方も電話で麻生太郎事務所の方にどんどん電話してこの内容をね、お話してくださったと思うんですよ。だからこの記事に反映されたんじゃないかっていうふうに私は思ってますね。麻生氏が財務大臣であるというを考えるとさらに問題があると。そう、ここなんですよ。これ辺でもね、本当にざっと読みますよ。財務大臣としてなんでね、定額給付金に対して号を出したのかっていうことはもう織り込み済みなのに、自分でその意図したものがね、全く理解できてなかったってことを後で発言したってことなんですよ。だからこれはね、最初の見通しが甘かったか、それとも発言が場当たり的で適当に取ってつけたものなのかのどちらかなんですよね。どちらにしても麻生さんね、財務大臣としての発言ではないし、もう資格もないですよ。なんかまだまだ現役するとかね、この前の4日のインタビューとかで答えられてましたけども、ただの迷惑でしかないですね。もうなんでこんなになっちゃったんですかね。まあ詳細は記事を読んでね、怒りを溜めていただきたいんですけども、ちょっとこの辺にしておきましょうか。はい、麻生財務大臣が言ったことに対してね、国民はお金に困っている人が少ないとか、貯金に回しちゃったからもうこれ無駄なんじゃないかって言ったことっていうのは、私たちの行動も一部あってですね、こういうふうな記事になってます。麻生財務大臣が言ったことは全く分かってないよっていうふうなのが、やっぱりこういうふうに
もう通ったってことですよね。であとはそれを受けて麻生財務大臣がどうするかってことなんですけども、私ここでね一個ね面白い動画をこの動画の後につけておきますので、皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですよ。私のこうコメントはここまでです。麻生財務大臣ね、本当人が変わったみたいに2010年のインタビューではもう私たち国民寄りの発信をしてるんですよ。それはね、今デフレで困ってるからお金をどん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 出していって、国民にお金をどんどん渡していって、で国民がお金を潤沢に使うようになったら、それはデフレも脱却するしインフレに向かうし、まあなんせね国際金融市場では日本の円の信認は強いわけだから、これいくらお金を財政出動しても問題ないよってこと言ってるんですよね。でこの動画このねことを言った後で、自分が今度政権取ったらねお金を払いませんみたいなね、一転してるというね、もう国民を騙してるのか、それとも本当はね、全く分かってなかったのかね、どっちにしても財務大臣というか国会議員である資格はないと私は思いますね。で、このね、この後で流れる動画の中で、分かっておられるのは三橋貴明さんだけだ、が一番分かってるって言ってたのかな、どうだったかな。まあ三橋貴明っていう名前を出して非常にね、評価して支持してるんですよ。麻生財務大臣がね、麻生さんがね。この辺も、もう今はね、MMT なんていうのを全くこう意に介さないというか、めちゃくちゃなわけですよ。で、あと西田昌司さんが予算委員会でね、麻生財務大臣に直球で聞いてることもあります。お金いくら出したって問題ないでしょ。国債ってのは何かっていうと、国債みんなお金を供給したよって記録なんでしょ。麻生財務大臣も以前そうだったでしょっていうことで言ってたんですけども、今麻生財務大臣は歯切れの悪いね、ことを言って、消費税を上げないとしょうがないんだとかね、なんかもう本当に、まあ、めちゃくちゃなんですよ。麻生財務大臣もともとはね、消費税を上げるべきではないって言ってたんですよ。インフレが起きてきた時に消費税っていうのが最後に登場するんだって言ってたんですよね。今とは全く逆のこと言って、もう国民を愚弄してるというかバカにしてるというか、もしくは麻生財務大臣がもうねちょっとこう健忘症、なんか認知症にかかってるんじゃないかなっていうふうなことも言われるぐらいなんですよ。まあでもそうなってるとは思えないですね。ただご高齢なんでね、もしかしたらなんか誰かに脅されてこうなってるのかもしれませんけども、脅されて発言を変えるなんて麻生さんらしくないですよね。やっぱり心はアルカポネでいてほしいなと思うばかりでございます。それではちょっと動画を見てください。本当にね不思議ですよ、こんなこと言ってた人がこうなのかっていうのはね。以上です。じゃあ大きな誤解があるんですよ。つまり、高齢化、超高齢化時代の福祉をやるためには財源が必要だと。だからそれを税と社会保障の一体化を含めて社会保険料を取ったり税で入れたりしなきゃならんと。と言ってるんですがね。言ってるんですが、よくよく考えていただきたいんですよ。だから税と、ね、社会保険料で社会保障をやるんだったら、はっきり言いまして、それは全部民間からお金を取ってるんですよ。政府がやってる仕事で分配してるだけじゃないですか。そんなバカなことがありますか？そうじゃないんですよ。そうじゃなくて現実にはですよ。税と社会保障でいただいたのは6割です。ね、4割は国費投入だが、実際にはそのほとんど赤字国債ですよ。ね、つまり赤字国債を出してるということは、政府が通貨供給をしてですね、国民に配ってるということですよ。ね、これが今現実です。だから国民から全部取って全部それを分配してるんじゃない。そうじゃなくて政府自身がお金を作って出してるんですよ、現実は。これはどこまで行っても否定できない事実。そしてこのことをやってですね、何か問題起きました？つまり、国民からもらってる以上にお金を出してやっていったから、財政が破綻する。財政が破綻するとはどういうことですかといえば、要するに通貨の信認がですね、もう信用できなくなる。赤字ばっかり出してどうするんだと。そうなるとどうするんですかというと、金利が上がりますよと。ね、円の値打ちが下がりますから、ね、ドル高円安になっちゃいますよと。こういう話ですよ。今全く逆さまです。今 0% の金利ですよ。ね、深掘りしてマイナス金利までやっちゃってる。それで何か、ね、インフレ状態が起こってるかと。起こってないんですよ。起こってない。これが事実なんです。だから私はですね、もうずっと申し上げてきたのは、要するに現実をですね、我々見余ってきたんじゃないのかと。で、ずっと財務省はそういうふうに説明してきたわけですよ。で、このまま赤字国債を増やしていったら、国家は破綻するんだと。ね、だから20年前から言ってますよ。破綻するどころか、ね、こういう大きな世界的な危機が起こるたびに、円はドルと一緒に買われてしまうと。どんどん高くなるんです。しかも金利がゼロでですよ。これ、おかしな話でしょ？そうすると普通の人ならね、どこかで何が間違ってるのか考えるべきなんですよ。これは。で、その考えるときに何が大事かというと、要するに、国債、それから、日銀総裁がおられます、日銀券。で、これ両方ともですね、負債ですよね。日銀にとって日銀券は負債です。で、国債も政府にとって負債です。しかし、この二つの負債は国家主権というのが後ろにありますからね、はっきり言いまして返済する必要はないわけです。大体、日銀券をですね、銀行に持って行って返済してくださいという人がいますか？いませんよ。そう言ったらどうするかといえば、わかりましたと言って、銀行券を引き受けて、新しい一万円札を渡すだけですよ。そうでしょ？つまりこれ何かというと、負債と負債を交換してるだけの話です。だから返済してないんです。そうでしょ？同じく国債も同じことなんですよ。国債の償還期限になると、その償還額の国債を発行したら、そのまま持ってるんですよ。
で、多少増やしていってもですね、これはインフレ率が極端に上がらない限り、ずっと回り続けるんですよ。で、それがこの20年間ですよ。我々が日本経済の中でね、分かった事実なんですよ。そうじゃないですか。これは事実が事実。間違っているところはあるかと思うんですが、一番問題なのは財政を再建することではありません。今日本で一番問題なのはデフレーション。戦後第二次世界大戦が終わって今日まで。デフレーションによる不況というやった国は世界中一つもある。みんなインフレーションで不況をやったことが起こってきた。ね、だからディフレーションってないだから。それを日本は正確には1990年、もう少しくは97年からだと思うんですが、これから今日までずっとディフレーションというものをやった。すなわち需要が足りない。だから国内の需要がない。需要がないということはお金を借りて設備投資をする人がいない。したがってお金を借りに来る人がいない。だから銀行にとってはお金を預けられたお金を貸し出し先がない。これが日本における最大の問題です。デフレーションが問題だ。しかも資産、土地とか建物、資産のディフレーション。これが最大の問題だ。したがってこれをどう克服するかというのが日本の経済という問題の最大の問題。財政再建というのはその後の話であって、したがってお金を借りに来る人がいなければ、誰かが借りてくれなければ、デフレーションは止まりませんから。そうすると、今、国民は貯金を崩さない。企業も設備投資をしない。物は買わない。作らない。ということになると、これはデフレーションをずっと続くわけだから。そういう時に使ってくれるところ、政府しかないんですよ。ところがよく分かってない人がいて、政府がお金を借りるのは国が借金していると言ってる人がいる。全然違います。国というものは、経済で言えば政府という主体、個人という主体、銀行という主体、民間企業という主体、いろんな経済主体があります。その中で政府が借金してるからね。で、簿記が分かってる。帳簿という簿記が分かっていれば、政府が借金しているということは、100万円借りてれば、100万円必ずその反対側に貸してる人がいる。貸し方、借り方ってそうやってバランスがあるんですから。いわゆる帳簿です。簿記。貸し方と借り方は常にバランス。だ政府が1000の借金が増えや、貸してる方に1000の債権が立つ。政府が借金してる。貸してるのは個人であり、銀行であり、企業が、国債という名前で銀行が買う。個人が買う。政府の債務を買ってるのは債権ですから。したがって、国が将来に借金を持つ。違います。国に残っているのは、政府の借金と民間の債権と。95% は日本人が日本円で買ってる。残り 5% は、外国人が日本円、円だけで買ってる。したがって、満期になったら、日本の政府は、日本円だから、自分でお金を吸って返せばいいんですよ。どうで返す必要ないのか。円で返せる。そんなことだったらインフレになって、今デフレなんだから。インフレの心配する、まずデフレの心配もない。今デフレなんだから。そんなこと言ったら日本の信用は、もし信用がなくなっていると思えば、日本の国債の金利は上がらなくてもいい。ギリシャの国債は多分 13% ぐらいついてると思いますが、日本は10年もの国債で 1.1 ぐらいだと思いますね。この20年が一貫して下がってますから、日本の金利は。だからその意味では、日本の国債というものは国際的に見ても信用があるんだって、そういう政府が今国内の需要がないなら、その需要を満たすためには政府が余った、銀行に余った借金の返済が起きて預金が増えて借りてくれる人がいないから、銀行に増えちゃってる、返済されてるお金、誰が借りてくれないから銀行は全然立ち行かなくなる。したがってその余ってる金、何十兆、30兆、借りて使う、40兆、借りて使う。何に使う？将来の日本の国の生産性が高まる。例えば、港湾の港が今から推進のもと深くなればいいかとか、新幹線を全部、九州から北海道までつなげないかとか、電信柱を地下に埋設するとか、古くなったトンネルをきちんとするとか、やることはいっぱいありますよ。今は土地は安い、金利は安い、工事費は安い、工期の時間。やるなら今なんですよ。そうやってやります。そうやって景気が良くなったら、その段階で、法人税が入る、所得税が入るし、いろんな形での税収が増えますから、それで借金を返していけない。それでも足りない場合、景気が良くなって税収が増えても足りない場合は、その時はすいません。これだけ高齢化の比率が高くなってくれば、すいませんけれども、皆さん方、今のような中福祉を望んでやるんだったら、中負担に動いてください。したがって、福祉を、目的を果たすために、消費税を何パーセント上げてください。という話をするのが順番。したがって、根本は、日本の国全体に需要がないために、デフレーション、ギャップと言われるものが起きちゃってる。このデフレーションをどうするかというのは、今最大の問題なの。僕はこういったことが意外と分かってるのは、僕はネットの世界では、三橋隆が一番分かってるかなと。僕にはそういう、リチャード君とかいろんな人がいますけども、こういったことが分かっていない、インフレしか分かっていないコメンテーターとか、インフレしか分かっていない経済学者というのが分かっていないことを言うから話が非常に混戦しているけれども、日本というのは決しておかしなことではないんであって、そういった意味では国際的な評価を高いから聞いてください。いかがだったでしょうか。麻生財務大臣ね、いくらでもお金がすればいいんだと、国民にどんどん配っていいんだということをね、言ってました。心強いですよね。こういう人が財務大臣をやっていただければなというふうに思ってたんですけども、実際に着任してみると全く逆のことをやってますよね。で、昔西田昌司さんとこの麻生太郎さんはね、2人で
同じようなこと、新幹線をどんどん作るんだとかね、今でこそ公共工事をやるんだって言われてましたけども、西田さんは今でもその通り、申されています。それが前半の動画で分かっていただけたと思うんですけども、麻生財務大臣は地位を得た瞬間にコロッとね、財務省の手先になってしまったというねことですよね。だからもともと麻生さんもね、いい人だったんですよ。なんでこうなっちゃうんでしょうかね。今回は以上です。